3月11日木曜日朝7時20分のホームポイントは、今あそこにいれば乗れそうな綺麗な波がブレイクしましたが、ややダンパー気味で面があんまりないですね。綺麗にゆっくり割れてはいるんですけどね。左の奥どうだ、伸びるか。実は7時の時点で1回取りに来たんですけど、 SD カードの調子が悪くて取れてなかったんですよね。あと取れてる部分は7時の時点で取ったやつを使うかもしれませんが、今7時20分の時点では左はこんな感じですね。オフショアがちょっと強めに吹いてます。念のために右もこの時間帯で撮ってみます。ホームポイントの右はかすかなオフショアで、右の奥に今ブレイクしましたが、ちょっと押してくれる感じではないですね。お、これはどうだ、これはどうだ。おー、あそこにいれば乗れたかな。ルーフィーですね、綺麗な。気温は5度ぐらいしかないですね。昨日は昼間確か15度ぐらいはあったと思うんで、10度下がってますね。風はかすかな、オフショア。海には波は残ってますね。左の奥は乗れそうですが、センター付近はちょっと伸びて、ブレークはインサイド気味ですね。